ミッチャーはアメリカ海軍の駆逐艦。ミッチャー級駆逐艦のネームシップ。艦名はマーク・ミッチャー提督にちなむ。当初は DD-927 として指定された。ミッチャーは1949年10月3日にメインシーバスのバス鉄工所で寄港した。1951年2月2日に DL-2 に艦種変更され。 1952年1月26日に、ミッチャー夫人によって、命名、浸水し、1953年5月15日に、艦長テレル HW コナー中佐の指揮下収益した。キューバ沖での初期成長訓練の後、グアンタナム湾での成長巡航を1954年8月31日に、完了して、ミッチャーは、さらなる回収のためボストンに帰還した。 その後ロードアイランド州、ニューポートを母校に指定され、1956年1月3日まで東海岸沿いに訓練に従事し、イギリス、ドイツ、フランスへの親善訪問に向かう。母校には2月10日に帰還した。その5年にわたって東海岸沿いの作戦活動に従事し、NATO の演習で毎年北部もしくは東部大西洋へ展開した。 1961年2月9日、ミッチャーは新たな母校のサウスカロライナ州チャールストンを出港し、最初の半年間の地中海配備に向かった。同様の配備は続く4年にわたって行われ、第6艦隊との演習及び NATO の演習に参加した。地中海配備中の1964年8月、アメリカ人脱出支援のため、キプロス東機で活動し、 その後スエズ運河を通過、航海及びペルシャ湾で紹介を行った。1966年3月2日、ミッチャーはフィラデルフィア海軍交渉に向けてニューポートを出港した。同交渉でミサイル駆逐艦への回収が1966年3月18日から1968年6月29日までかけて行われ、DDG-35 へ、 監種変更された。ミッチャーは1978年6月1日に退役し、同日除籍された。その後1980年7月にスクラップとして売却された。ありがとうございます。